が迎えなきゃいけないリーユへの船がもうそろそろ来るみたいだな。波止場に行こうぜ。ゆくあきも船に乗ってるのを忘れるなよ。小説をなくしたことうっかり言わないように気をつけるんだぞ。みんな、リーユエから稲妻の姿の彩り祭に参加しに来たんだよな。オイラたちは姿の彩り祭のガイドなんだ。島まで案内するぜ。あれ、オイラの気のせいか？お前のことどこかで見たような気のせいじゃありません。私は飛雲商会の阿曲です。この船には書道家以外にも画家や機関機関の騎士も乗っているんですよ。以前機関機関の発明者が飛雲商会まで投資の話を持ちかけてきたんです。旦那様は興味を示さなかったのですが、坊ちゃまの方は支援したいとおっしゃっていました。聞いたところによると、姿の彩り祭でも機関機関の展示とお試しがあるそうで、旦那様から坊ちゃまと一緒に稲妻でこの製品の将来性を確認してきてほしいと頼まれたのです。じゃあその坊ちゃまはどこにいるんだ？坊ちゃまはなあ、ゆくあきが座ったまま寝てるぞ。おや、旅人にパイモン、君たちも稲妻を訪れてきたのかい？どうやら僕たち本当に縁があるようだね。オイラたちは客じゃなくて姿の彩り祭のガイドだぞ。問題ないよ。船の上で小説を読むのに夢中になってしまってね、気がついたら夜が明けていただけだ。そうだ、島に上陸したら勘定奉行に招待状を見せなければならないんだろう。先に招待状を取り出しておこう。ん？これは僕の荷物の下に紙がある。おかしいな、さっきまではなかったはずだけど。オイラたちに見せてくれ。間違いない、この前手に入れた物語のシリーズだ。文字の筆跡まで全く同じだぞ。この前手に入れた物語？港口の層、肖像画を描くんだけど、肝心な五箇線の物語がいろんな場所に隠されちゃってるんだ。その物語を見つけてそいつに渡せばモデルとして絵の中に描いてもらえるかもしれない。待てよ、それってでもこの一瞬で他に思いつかなかったんだ。それってまさか白亜先生に会えるということかい？そうとも言えるな。本当かい？それはよかった。実は以前から白亜先生が姿の彩り祭に参加することを知っていてね、機関機関の投資価値を見極めるという名目でなんとか父上に稲妻へ来ることを承諾させたのさ。だけどそれからすぐに白亜先生が祭り期間中に五箇線の肖像画を描かなければならないと聞いた。せっかく白亜先生と稲妻へ来ることができたのに会う機会すらないなんて、そう思ってしばらくの間ずっと落ち込んでいたんだ。安心しろ、ゆくあき。確かに白亜先生には仕事があるけど、友達にすら会えないほど時間がないわけじゃない。今からあいつのところに連れて行ってやるぜ。それにもうオイラたちも聞いてるぞ。白亜先生はお前の小説「珍集集見録」の挿絵を担当してるんだってな。
君たちも知っていたのか。正直なところリーウェでは全く人気が出なかった僕の小説が稲妻で売れている理由、その半分は白亜先生の美しい挿絵のおかげなんだ。白亜先生は絵の腕もさることながら完成させる速度も凄まじい。最新章の挿絵はわずか数時間で描いたそうだよ。僕の見解だが、あの挿絵には迷いが一切なく実に精巧なものだった。おっと、話に夢中で時間を忘れてしまったね。早く行こう。はあ、アルベドのおかげで行く秋の注意をそらせたな。気づかれなくて済んだぜ。アルベドに会ってもボロが出ないといいんだけど。やあ、旅人にパイモン。ん？隣の方は？白亜先生とお見受けいたします。お会いできて光栄です。僕は、陳州集権録の作者、陳。いえ、お会いできたのに、筆名で呼ばせるのは失礼でしたね。僕のことは、行く秋と呼んでください。なら、君も僕をアルベドと呼ぶといい。いえ、そんなわけには。どうしていけないんだい？お互い旅人の友達なんだし、本名で呼び合う方が手間も省けるはずだ。それに僕たちはこれまでにも交流があっただろう。そこまでかしこまられるとかえって慣れないよ。アルベドだけじゃないぞ。オイラたちもこんなに慌てた行く秋を見たのは初めてだ。まったく、君たち二人まで機械とばかりに僕をからかわないでくれ。そうだ、先ほど不当で創作大作戦の物語を見つけたんだ。聞けば君はそれを収集しているんだってね。創作大作戦？ほら五花仙物語が書かれた紙切れを探すあのイベントのことだ。前に吟遊野郎が一枚見つけてモデルとしてお前の絵に採用されただろう。ああ、そうだったね。物語は大体把握したよ。ありがとう、大助かりだ。それならよかった。だけどこの物語、全く筋が通っていないように見える。どういうことなのか詳しく教えてくれないか。もしみんな時間があるなら、どこかで食事でもしながら話そうか。それは。あ、行く秋は何か用事があるのか。いや、なんでもない。食事といえば志村屋のうな茶漬けがとても美味しいんだ。そこへ行くのはどうだい。志村屋か。だけど今日は風が強いからね。雨遊亭でもいいかい。ああ、僕は荷物を置いてくるから後で雨遊亭で会おう。ふん、やはり辻褄が合わない。そんな、オイラ結構うまくやれたと思ったんだけど。もしかしてどこかでボロが出てたか。いや、パイモン、君のことじゃない。旅人、どう思う？行く秋が怪しい？おいおい、二人とも何言ってるんだよ。パイモン、この詩は君もさっき読んだだろ。行く秋からすれば筋の通っていないものだけど、
前のものと合わせて読んだならどうだい？合わせて読む？どれどれ。水光は酔っ払って眠ったせいで葵の翁の歌をなくした。葵の翁は自身のその歌を謎の人物に渡した。これってまさか今日の物語は神州集権録の新刊を盗んだ犯人が行明本人だって言ってるのか？そんなはずないだろう。だって行明は今朝稲妻に着いたばかりなんだよな。実はそれも疑わしい点なんだ。行明がついさっき稲妻に到着したのなら、なぜ志村屋のお茶漬けの味を知っていたんだい？それに僕が風が強いことを理由に場所を変えた時、彼は何の疑問も抱かなかった。まるで志村屋が屋台であることを知っていたかのようにね。それってつまり本当はもっと前に行明は稲妻に到着してたのに、着いたばかりのふりをしてたってことか？ああ、僕はそう考えている。でも行明が犯人なわけないよな。行明の夢は義教心ある人になることなんだ。人助けはしても仁義に背くことは絶対にやらないはずだぞ。落ち着くんだパイモン。僕は行明と初めて会ったが、以前から手紙で交流していたからね。彼の人柄についても理解しているつもりだよ。きっと事情があるんだろう。この物語にもあったが、葵の翁が歌を持っていったのは誰かに脅されたかららしい。行明、もしかして危険な目にあったんじゃ。今はまだわからない。だけど遊亭は屋内席のみの料亭だから、怪しい者の尾行や盗み聞きはすぐに見つけられるはずだ。あそこで話をした方が安全だろう。真相を明らかにするためにも店では僕の話に合わせてくれ。とりあえず武勇亭へ向かおう。周囲に怪しい人物は見当たらないね。店の中で行明を待とうか。どうしよう。オイラすっごく緊張してきたぞ。行明とどう話せばいいんだ。まず行明が本当に他の人たちより早く現地入りしていたのかどうか確認しよう。もし彼が嘘をついている確たる証拠が見つかれば、それを突破口に真実を言わせられるだろう。彼が来ないうちにまずは店にいる客と話してみるのはどうかな。何かに気づけるかもしれない。姿の彩り祭の最終段階で行われる新刊即売会、僕が一番楽しみなのは神州集権録さ。ああ、なんといっても先行販売限定のサイン本は実に収集価値がある。絶対手に入れないと。以前も神玉先生のサインを見たことがあるけど、とても整った字で真面目なお人柄が垣間見えたよ。即売会当日は先生も現地にいらっしゃるみたいだから、その時にお姿を拝見できるはずだ。噂によるとすごく若いらしいぞ。おいらの聞き間違いじゃないよな。行明が新刊にサインする上に
地がとても整ってる、だって。お客さん、注文はどうしやす？大将、今日のおすすめ料理は何だ？そりゃあもちろん、取り立ての海鮮さ。ずっと海じゃ大雨が降ってたから、漁船もほとんど出てなかった。だから今日のは全部、天気が好転した今日取ったばかりのもんだ。昨日までは海の天気が良くなかったのか？ああ、さっきもリーユエからのお客さんが船が揺れて大変だったって言ってたよ。寝ること以外何もできなかったそうだ。なんだか役に立ちそうな情報が聞けたな。アルベド、後で何を話せばいいか考えはあるか？僕は小説と挿絵の創作について行く秋と話すつもりだよ。もし彼が本当に何かを隠しているなら、きっと僕たちよりも緊張しているはずだ。創作について話せば彼の警戒を解くことができるかもしれない。そういえば、行く秋が短い時間で全く迷いのない挿絵を完成させてくれたお前に感謝したいって言ってたぞ。本当にそう言っていたのかい？ふん、それはまたとても価値のある情報だね。実に美味しかった。稲妻の料理は新鮮な海の幸が中心で、とても好みだ。ならよかったぜ。オイラたち、お前があまり眠れてないなら食欲もないんじゃないかって心配してたんだ。この機会に何か聞き出せないか、行く秋と話をしてみようぜ。そうだな、旅の道中について聞いてみたらどうだ？実は僕、こんな遠出をしたのは生まれて初めてなんだ。初めはワクワクしていたけど、会場にずっといるのはやはりつまらないね。そうだったのか。道中何か印象深かったこととかないのか？強いて言うなら、船で読んだ小説かな。うーん、価値のある情報は聞き出せなかったな。ところで行く秋、旅の途中何の本を読んでたんだ？ああ、お願い、私の千古宮司という小説だよ。担当から送られてきたんだ。船で本を読むなんて船酔いしなかったのか？僕はコカ派の技を得得しているから平気さ。でも確かに船酔いしていた人は少なくなかったね。特に疑わしいところはなかったな。実を言うと、海では毎日が同じ景色なんだ。これといった風景もないせいか、みんな到着を待ちくたびれていた。だから稲妻の近くまで来た時は、遠くにある陽光山の頂上を見て、みんな一斉に甲板に出ていたよ。ただ、船が進むのがあまりにも遅いせいで、山頂が見えてから岸に着くまで丸一日かかったな。この話も疑わしくはないような。あ、そっか、岸に着くまで丸一日かかったんなら、山頂が見えた時海は大雨だったはずだよな。収穫はあったけど、もう少し証拠を集める必要があるね。行く秋と創作について話してみよう。ところでアルベド、僕の小説の挿絵を描いてくれた君にずっと前から感謝したかったんだ。僕の小説はリーウェではあまり売れていなくてね。だから実を言うと、あまり自信がなかったんだ。でも君の挿絵はいつもその章で一番重要な場面を選んでくれている。僕の表現したかったことが
理解されているのを感じたよ。ありがとう。だけど今回の挿絵は少しリスクをはらんでいる。実を言うと僕も少し不安なんだ。娯楽小説の挿絵はキャラクターを描くのが主流だけど、今回の最終章では他のものを描いたんだ。だけどあのシーンは世界の変化を見せるものだ。背景だけを描くというのはとても合っていたと思うよ。怪しいところは何もなかったな。いや、行明は今確かにほころびを見せたよ。僕の挿絵は稲妻に届いてすぐに印刷されたはずだから、行明は本当なら見たことがないはずだ。行明、僕たちから一つとても重要なことを聞いてもいいかい？どうしたんだい？二人とも改まって。ん？それは一体何のことだい？行明、実はオイラたち天使から聞いたんだけど、昨日までは海の天気が良くなかったみたいなんだ。だからお前がさっき言った陽光山を見たらみんな甲板に出たって話はありえないんだ。それに珍集中剣録の新刊は姿の彩り祭で発売される予定となっている。作者である僕たちですらまだサンプルをもらっていないのに、一体どうして挿絵の詳細を知っていたんだい？行明、お前本当は今日よりも前から稲妻に来てたんだろ？何か危ないことに遭遇して本当のことが言えないのか？それなら安心しろ、旅人もアルベドもすごいんだからな。いや、そうじゃない、誤解だ。やはりここ数日の睡眠不足のせいで頭が鈍ってしまっていたみたいだ。君たちが僕を探っていることに気づけないとは。少し用事があって確かに僕は稲妻に早めに来ていた。どう君たちに説明しようか、少し考えさせてくれ。本当に話しにくいことなんだ。あ、奇遇だね。君たちもここにいたのかい？俺、銀妖野郎じゃないか。どうしてここに？ここに天守秘蔵の長年熟成したお酒があるって聞いて飲みに来たんだよ。ふん、そんなどうでもいいことだろうと思ったぜ。それはどうかな。実は君たちにいい知らせがあるんだ。さっき九条さらに会ったんだけど、珍集中剣録を盗んだ犯人を天領奉行が捕まえたからもう心配しなくていいって言ってたよ。珍集中剣録を盗んだ犯人だって？あれれ、もしかして僕言っちゃいけないこと言っちゃった？まずい。天領奉行が捕まえた犯人というのはもしかして小野寺さんという編集者かい？名前までは言ってなかったけど、九条さらがその人を花見坂まで連れて行くのを見たよ。みんな悪いけど説明している暇はない。早く小野寺さんを救出しに行かないと。小野寺さんは無実だ。そちらは珍集中剣録の作者のようだな。他の者まで一緒に来るとは思わなかったが。とにかく連れて行かないでくれ。まずは話を聞いて。珍玉先生、ご心配なく。実はさっき九条様に全ての事情を話しました。黒田も証言してくれたんです。そうだ、ちょうどここを去るところだった。はあ、よかった。いや、よくない。それってここにいる者はみんな知ってしまったということか？正確に言えば犯人逃亡を防ぐために配備していた毛二小隊の人員もな。なんだか行明がショックを受けてるみたいだけど、どういうことなんだ？はぁ、
恥ずかしい限りだけど、大勢の者に知られてしまった今、もはや隠す意味もないだろう。実際この件が僕の責任であることに変わりはない。いえ、陳玉先生、この件は全て私の責任です。皆さん、私から説明いたしましょう。今回の姿の彩り祭で、私は作者のサイン入り新刊を売り出すアイデアを考えました。これは私が八重堂に入ってから初めて任せられた大型企画です。それに八重様からも絶大な支持を受けていました。ですが作者の先生方と相談する前に企画内容を提案してしまい、新玉先生には多大なご迷惑をかけてしまいました。率直に言えば、僕は書道が得意でなく、サイン関連の企画には向いていないということだ。新玉先生はとても困っていましたが、この企画が私にとってとても重要だと知ると、すぐに船で稲妻に来てくれたのです。共にこの難関を突破するために、ここ数日先生はひたすら字を書く練習をされていました。ですが一冊のサインにかかる時間は長く、確保していたサインの時間では足りませんでした。そこで考えたんです。新刊を倉庫から私の家に運べば、発売までの期間を使って先生にサインしていただけると。完璧な計画だと思ったのですが、まさかこんなすぐに気づかれてしまうとは思いもしませんでした。それに加えて私もここ数日ちょうど休みをいただいていたので、先生と一緒に家にいたんです。そのせいで現場の状況にいち早く気づくことができず、こんな大騒動に。はあ、私はこの企画を通して自分の実力を証明したいと思っていましたが、その気持ちが強すぎたせいでこんな結果を招いてしまったのでしょう。小野寺さん、僕も似たようなものだ。読者に字が汚いことを知られたくないという理由からその提案を受けたんだから。それにそもそも小野寺さんは僕の以前のサインに惑わされてしまったんだ。以前八重堂でのイベントで契約作者の直筆サインが展示されたことがあってね。当時の僕は丸一日かけてようやく形と流れが整った美しいサインを出すことができたけど、今考えてみると見栄を張って建前のためのサインを書いたことは自分で自分の首を絞めたことと同義だった。まあまあ、二人ともそんなしょんぼりしないで。窃盗事件が誤解だって分かってよかったじゃないか。それに誰しも人に見られたくない一面はあるはずだよ。そうだぞ、行く秋と小説が無事だって分かっただけで十分だ。小野寺さん、小説紛失の件の真相についてはやはり離島にいる他の皆さんにも説明した方がいいでしょう。わかりました、私から皆さんに謝罪してまいります。じゃあオイラたちも離島に戻ろう。小野寺さん、どうしてここへ？ここ最近はお休みだったのでは？本当にすみません、皆さんにご迷惑をおかけしてしまいました。はあ、まったくあなたはどうしてもっと早くそれを言わなかったのですか。みんな知っていれば一緒に方法を考えてあげられたはずです。そうよ、みんなで一つのチームなんだから、困った時はお互い様でしょ。まあ
今はそれよりも陳玉先生のサインについて解決する方が重要です。先生、そちらの進捗はどのような状況でしょう。実はあまり楽観的ではいられない。ここ数日夜通しで作業して約10分の1しかできていないんだ。道理でずっとゆくあきは眠たそうにしてたんだな。わかりました。村田さん、後で八重堂に戻って新谷さんを呼び、右遊亭2階の部屋を貸し切ってください。陳玉先生の書道特訓用に使います。はい主任。実は私の兄が書道家なんですが、兄を呼んできてご指導を手伝わせましょうか。それは願ったり叶ったりです。それを聞いて私も一つ思い出しました。今日はリーユエから書道家の先生が2人いらっしゃる予定です。我々も仕事をご一緒したことがあるので彼らにも頼んでみます。なんだか大変なことになりそうな予感が。新玉先生ご心配なく、先生ならきっとできます。以前も1週間だけで小説の最終章を書いたじゃないですか。小説と書道は全く別物だ。結局ゆくあきはしばらくサインから逃げられなさそうだけど、なんだかおいらすごく安心したぞ。以前は僕も一人で研究拠点にいるのが好きだった。だけど今は他の人も一緒になって問題を解決するのも悪くないと思う。重要な情報を提供してくれた謎の人物にも感謝しないとね。それって五花仙物語を残したやつのことか。君たち何の話だい。そっか、ゆくあきにはまだこのことを話してなかったな。なるほど。となると僕と小野寺さんが小説を運んでいたところを誰かに見られていたことになるね。アルベド、君に一つ頼みたいんだが、僕も君の絵に入れてくれないか。今日の件が何とか解決できたのはあの物語のおかげだ。それにこの教訓をより深く覚えておきたいんだ。ああ、いいよ。肖像画の統一性を考えてもそれが一番道理にかなっているからね。その影こそ葵の翁、全ては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の翁はやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか、ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。アルベドって本当にすごいよな。葵の翁の肖像画をもう完成させるなんて。ゆくあきは右遊亭で特訓してるみたいだけど、一体どうなったんだろうな。なあ、あの物語を残したやつってもしかして近くに潜んでるんじゃないか。おーい、物語を書いた人近くにいるのか。ゆくあきのために何か方法を考えてくれよ。ゆくあきはオイラたちの友達で、今回の新刊即売会はゆくあきにとってすごく大事なことなんだ。お、何の音だ。猫か。やっぱり簡単には現れてくれないよな。もう遅くなってきたし、オイラたちも帰って休もうぜ。明日の朝また港口で船を迎えなきゃいけないしな。
クレームがこんなにも。どうしたらいいのでしょう。あなたは、上が言っていた私たちを手伝ってくれる旅人さんでしょうか。ちょうどいい時に来てくださいました。実は今少し厄介な状況でして。ご存知の通り、現在ここでは姿の彩り祭が開かれています。姿の彩り祭では商品の展示即売以外にも無料で楽しめる娯楽がいろいろと用意されています。ですが本日それに関するクレームがたくさん入ってきたのです。ある集団がタヌキの顔出し看板を占拠していると。その集団はずっとそこを占拠しているようで、他の方が利用できなくなってしまっているんです。はあ、本当に困りました。もちろん交渉に行きました。ただこれらの設備はもともと皆さんに展示会を楽しんでもらうために設置したもの。原則として全ての方に利用する権利があり、使用時間も定められてはいません。だから彼らが違法なことでもしない限りは、あのようにずっと占拠していても我々にはどうしようもないのです。ですので、どうか交渉に行ってきてもらえないでしょうか。これらのクレームが解決されることなく九条様に知られてしまったら、私の今月の賞与金が水の泡になってしまいます。撮影看板を占拠するなんて、いかにもあいつがやりそうなことだよな。行ってみようぜ。ありがとうございます。彼らは広場の東側にあるタヌキの顔出し看板の近くにいます。それに荒滝派もいるぞ。やっぱりあいつだったのかよ。何してるか聞きに行こうぜ。よう旅人、バイモン、元気にしてたか。お前たちも姿の彩り祭に来てたのか。気が合うじゃねえか。やっぱり俺の目に狂いはなかったみてえだな。大人げないな。オイラたち、ある問題を解決するためにここに来たんだ。ほう、なるほど。解決したい問題、どんなことだ。俺たち荒滝派が手伝ってやるぜ。はお前たち荒滝派が問題。ずっとお前たちが撮影看板を占拠してるせいで、他の人が使えなくなってるって天領奉行が言ってたぞ。ああ、それはそのなことねえんじゃねえか。が話すと長くなるんだ。守る、説明してやる。へい親分。事の始まりは2ヶ月前、俺たちが姿の彩り祭の開催を知った日のことだった。知っての通り、姿の彩り祭ではたくさんの文化的な本の展示と販売が行われる。賢明な親分はこういう機会にこそ出版物なんかを出して荒滝派を紹介するべきだと言ったんだ。そうすれば俺たち荒滝派のイメージアップにもつながるからな。しかも小金稼ぎになるから家計の助けにもなるって言ってたぜ。そこは肝心なところじゃねえぞ。むしろそこが肝心なところだろ。最初は時間にも余裕があった。2ヶ月もあるからまずは60ページ書こうって親分は言ったんだ。でも1ヶ月経っても1行しか書けてなかった。文章の質を保つためだ。明らかにズルズルと先延ばしにしただけだろ。だから計画していたページ数を減らして、残り1ヶ月の期間で20ページほど書ければいいと思ってた。
でもその次の日、親分が七星召喚っていう札遊びを持ってきて、みんなハマっちゃったんだ。少ししか遊んでないつもりだったのに、気づいたらあっという間に半月が過ぎてたんだ。ほんと不思議な遊びだよな。創作の題材になるものを探してたんだ。そんなの荒滝派の宣伝と何も関係ないだろ。とにかくあと2週間しかなけりゃ出版物はもう間に合わねえ。だから親分がいっそのこと宣伝用の色付きページにしようって決めたんだ。そうすれば決まり文句だけ考えればいいからね。それだったらできそうだな。決まり文句ならすぐに思いつくだろ。そりゃあもう早かったさ。半日だけで30個も思いついたぜ。だけど候補が多すぎたせいで意見が分かれて、結局1週間経った頃にようやく決まった。で、印刷しに行ったら時間が厳しいってんで、高額の追加料金を払わないといけねえって話だった。俺たち払えねえ。物事は手間をかけた分だけ出来栄えが良くなるんだよ。急いで印刷したものには必ずボロが出る。俺たち荒滝派はやるからには最高のものをやる。それが今回諦めた理由だ。おうよ、鬼でも人間でも一番大事なのは楽しいことだ。せっかくの祭りなんだから、野郎ども連れて楽しんだ方がマシだろう。で、その楽しみ方っていうのが、こうやって顔出し看板を占拠することなのか。いやー、最初は飲み物を買うために親分が連れてきてくれたんだ。祭り限定のやつがあるって聞いてな。そうだ、しかも普通の飲み物なんかじゃねえぜ。セーリングブリューズ商店と八重堂が共同で開発したあの人気小説、お願い、私の戦国宮司に登場した飲み物さ。でも祭りに来たら俺たちの格好が個性的すぎるってんで、係の人に止められた。元の格好に戻ってからじゃないと入れられねえって。あんだけ大金かけて苦労して手掛けたのに、あいつら町の景色に影響を及ぼすとか言いやがったんだ。とにかくそんなこんなでセーリングブリーズの屋台に行った時にはもうその飲み物は売り切れてた。悔しかったがどうしようもできなかった。でも帰り道にこの顔出し看板を見て、親分がせっかくだからって。それでここを占拠してるのか。公共の設備に選挙も何もねえだろ。これは公共資源の有効活用ってんだ。親分の言う通りだぜ。この顔出し看板を存分に輝かせてやろうぜ。こいつを俺たち荒滝派と同じ生き様にさせてやる。うわ、崇高そうに聞こえるけど、学校に金をかけすぎてもう飲み物一杯分の金しかないんだぜ。本を買うには全く足りねえ。だとしてもお金がないからってこの無料の看板を占拠するのはダメだろ。他の人が使えなくなっちゃうじゃないか。まあそういう意見も道理に合わなくはないな。じゃあ早く出ろよ。お前たちも知ってるだろ、俺ら荒滝派は名の通った大組織なんだ。この撮影看板を輝かせると決めたからには絶対にやり遂げなきゃならねえ。適当な気持ちで計画を諦めるなんざ筋が通らねえ。んなもんは荒滝派の威信に傷をつけちまう。だがもし俺たち荒滝派のやり方でこのことを解決できるんなら何も問題はねえ。荒滝派のやり方、おいら嫌な予感がしてきたぞ。だからよ、この俺様荒滝天下第一人と熱く燃える豪快な決闘しようぜ。お前たちが勝ったら
この看板を譲ってやんよ。虫相撲こそ最適な方法。最近超強いオニカブトムシを捕まえたんだ。俺様はそいつを暗黒悪魔と名付けた。だが惜しいことに俺様は今日暗黒悪魔を持ってきてね。持ってきてなくてよかったぜ。だが決闘はどうすりゃいいんだ。困ったな。お、見ろよ、あれトーマだよな。あいつも祭りに来てたのか。トーマに決闘の方法を聞いてみようぜ。トーマならきっと考えがあるはずだ。トーマ、トーマー、こっちこっち。あ、旅人パイモン。こんなところで会うなんてとても奇遇だ。展示会でタヌキの顔出し看板がすごく好きな人物が現れたって聞いてね。何しろ俺たちシャブ業が主催する祭りなんだから、そんな人物がいるなら会っておくべきだろ。その赤い角、俺の目に間違いなければかの有名な荒滝派の王者、荒滝一斗殿では。やっぱトーマのアンちゃんは見る目があるぜ。神里家の無敵騎士。俺様も以前からお前のことは聞いてたぜ。はじめまして。イット殿は実に褒め上手なお方だ。おお、この二人もう意気投合してるぞ。まさかイット殿と旅人がここにいたとはね。俺もギリギリ地元民と言えるだろう。何か困ったことでもあるのかい？遠慮しないで何でも言ってくれ。イットのことだ、こいつが。なんてことねえよ。俺たちはただ決闘の方法について話し合ってただけだ。ほう、決闘の方法ね。それなら一つ提案がある。姿の彩り祭での決闘なら奉仕活動対決にしてみないか。共に姿の彩り祭を盛り上げるんだ、どうかな。奉仕活動対決。聞いた限りじゃ全く荒滝派の合議とは関係なさそうだが、点数で言うと2点しかやれねえな。1点は旅人、もう1点はトーマのアンちゃんのメンツのためだ。ちなみに親分の満点は100点っす。うん、確かにこの仕事には豪快さは必要ない。必要なのは忍耐と奉仕の気持ちだけだ。それに奉仕活動だからこれといった報酬もない。唯一セーリングブリーズの作品提携ドリンクが差し入れとして配られるのみ。確かに荒滝派の対面にはふさわしくないかな。少し考えが足りなかったよ。おい待て、今何の差し入れだって？お？八重堂とセーリングブリーズが共同で出した特別な飲み物だ。特に言うほどのことでもないが。親分、あの飲み物だ。これをやればあの飲み物だ。トーマのアンちゃん、お前は知らないかもしれねえが、俺様が言った2点、実は2点満点中の2点だ。なんせ俺たち荒滝屋は忍耐と奉仕でできてるんだからね。お前の考え全く豪快で熱く燃えるような案だ。まるで俺様のために作られたみたいだぜ。旅人、これで決闘しようぜ。先に奉仕活動を終わらせた方が勝ちだ。どうだ？さっきまで興味なかったくせに。この俺様、新たき鉄血第一とは曲がった人生を辿ってきちゃいねえ。決闘やるって言ったからにはやるんだよ。目当てが飲み物だって他の人に知られたくないだけだろ。だったら俺が審判を務めるよ。
奉仕活動の仕事はとても簡単だ。祭りで手伝いを求めてる人を助けてあげてくれ。届いた仕事の依頼を君たちにも配っておくよ。準備ができたら始めようか。どれどれ？一つ目の仕事は忙しい屋台主の手伝いみたいだな。屋台はこの近くにあるみたいだぞ。奉仕活動の仕事はとても簡単だ。祭りで手伝いを求めてる人を助けてあげてくれ。届いた仕事の依頼を君たちにも配っておくよ。最後尾はこちらです。奉仕活動の人か。ちょうどいい時に来てくれたな。見ての通り屋台の周りに落ち葉や埃が溜まってしまっていてな。何度も掃除しようとしたんだが、ここ数日お客さんが多すぎて掃除する時間がなかったんだ。悪いが掃除を手伝ってくれるか。感謝するぜ。力になれる。描きがたし。もう終わったのか。助かったよ。こんな熱心に奉仕活動に励んでくれるなんてありがとうよ。どれどれ、次の仕事は祭りのお客さんの手伝いだ。お姉ちゃん助けて。クジライ坊やも祭りに来てたんだな。でも今はお前の遊びに付き合ってやる暇がないんだ。遊んでほしいんじゃなくて困ってるんだ。祭りでは新しい手まり置いてるって聞いて来たんだけど、新しい手まりを見つけるどころか自分の手まりをなくしちゃったんだ。絶対に近くにあるはずなんだ。あるはず。お姉ちゃん手伝ってくれる？お前に会うと何が何でも手まりを探す羽目になるんだな。わあ、よかった。これでまた手まり遊びができるよ。お姉ちゃんありがとう。次が最後だな。港口で貨物を運ぶ手伝いみたいだぞ。行こうぜ。稲妻の君たち、祭りで奉仕活動をしてくれてる人だよね。よかった。この貨物をどうしようか困ってたところなんだ。最近はすごく忙しいから港口にいる仲間たちも来られなくてね。中は新鮮な豆乳だから今すぐ倉庫に送り届けないといけないんだ。外に置いとくとすぐに品質が下がってしまう。悪いけど倉庫まで届けてくれるかい？同僚の竹内が向こうで待ってるはずだ。よろしく頼むよ。あ、熱心に奉仕活動をしてくれてる人たちってのは君たちのことかな。疲れたでしょ。貨物を置いたらゆっくり休んでいって。シャブ業がセーリングブリーズに頼んで君たちにお礼として飲み物を用意してるらしいわ。実はこの豆乳もその原材料の一部なのよ。毎日新しいのを作ってるからとっても新鮮。そういえばさっき加工したての豆乳がそっちに届けられたから、あと少しで君たちも飲めるはずよ。セーリング
やっと着いたか。だが俺様はもうとっくに完了してるぜ。奉仕活動でも俺様は天下無敵だな。お前の負けだ。勝者の褒美であるこの特別な飲み物、セーリングブリーズ商店と八重堂が共同開発した、お願い、私の戦国宇治の無敵ドリンク、早速遠慮なくいただくぜ。ドリンクよ、いざ俺様の腹に。うまい、うまい。いや、確かにうまいが、なんかおかしい。親分、その飲み物、豆が入ってるらしい。はあ？親分が倒れた。早く医者のところに。どういうことだ、イット殿は豆製品がダメなのか。親分は豆アレルギーなんだ。まさかそんなことが。こうしちゃいられない、早く彼を連れて俺についてきてくれ。すぐに医者を手配する。大事にならないといいんだが。すまない、これは俺の責任だ。こんなことになるなんて予想していなかった。イット殿は俺に任せてくれ。彼が必ずまた立ち上がれることを約束しよう。だから君たちは心配するな、また後で。あなたのお友達さん、豆アレルギーだったのね。私の周りでは見かけないけど、確かに聞いたことがあるわ。うちの店が原因でこんなことになって本当に申し訳ないわ。よかったらこれを受け取ってちょうだい。豆乳を入れないで作った特製ドリンクなの。見たところ、あなたのお友達さんはこの飲み物を気に入ってくれているようだから。豆乳がないから味は少し違うけど、よりお友達さんに合っていると思うわ。ささやかだけどお詫びの印だと思って、どうか持って行って。お帰りなさい、将軍様。お帰りなさい。